一瞬にしてこう形ができていくっていう過程をこう見ていると、まあ、それがもう,こう手品のような感じであったりとかあめざいこ is a candy making technique that was originally brought to Japan from China. ハッシュガーシャープは、このように硬い飴を80度ほどに熱を入れて溶かしまして、その柔らかいうちに、えー、和ばさみというです、ね、握りばさみを使って、えー、形を成形します。が、 固まままってしまううまうでの時間ととといいタイムリミットががあるということが一番大変だった。その3分間の中で形を成形しその後色付けということで私がアメ細工を始めるっていう頃は本当に少なくて、まあ、得る情報も少なかったかと思うんですけれどもご商売にされている方はそうですね10人いやその半分ぐらいしかいなかったんではないかなというふうに

decades later in two thousand and eight, Takahiro Yoshihara opened the first storefront in Tokyo devoted to the craft. まあその料理の勉強の過程の中で、えー、海外に行く形を取ったこともあり、いろんな国の方々とお話をしているときには日本のことについて聞かれたりすることが多かったんですが。 まあ、私が日本の文化についてあまり知らない部分とかもありまして、えー、答えるのにすごく、ね、大変であったりとかでも自分の文化に関わるような仕事がしたいというところの気持ちから幼少、えー、の,の頃にアメザイクやりたかったという気持ちを思い出して、えー、この仕事をするというふうに決めました。アメ座はですね、えー やろうと思っていても学校がなかったんですねお祭りの屋台ですねまあそこを探して、えー、見て回ってやってる方に声をかけ,かけて回りました受け入れてくれる方がいらっしゃったので、まあ、そこの方について、えー、仕事をするというか学ぶですかね、えー、そういうところに至りました。 Amezaiku has been passed on from one generation to the next by way of performing for children. But with kids at the center, it's also made it tough to raise prices and run a profitable business. The candy is still bought as gifts and souvenirs, but Takahiro also earns part of his living by performing at domestic events and Japanese cultural exhibitions abroad. <laughs> アメイクはです、ね、何よりも、えー、手作りで温かみがあり、えーまあ、そういうところが魅力であり、はい、目のの前でで分のアメイクを作ってもらえるとというところですねやはりその飴細工を通して人を笑顔にさせることができる飴細工っていうのは必ず消えてなくなってしまうものなのであの時飴細工を作ってもらって楽しかった食べて美味しかったという気持ちしか残らない。大人にになった時に えー、こういうのが楽しかったっていうお話をする時が必ず来ると思うんですねその時にアメザイクというのは、えー、次の世代に伝わるものだと思うんです